はようございます。今日はですね、とある展示会にお呼びいただきまして、カメラマンをね、今日はちいちゃんにお願いして新作発表会ということで、なんかいろいろ催し物もあるみたいよ。はいはい。来た、すごいよ、すごい。かわいいね、同じ顔してるね。はい、ウェルカム。ウェイ。今日のステージ、はい、すごいね。なんかここでダンスの動画を撮ったり、有名 TikToker の人が来たりとか、うん、あといろいろね、フォトブースいっぱいあって、シューズとか、なんか本当ジュニアとか、すごいね。だからうちらが、まあ、必要としているのはこのアウトドアウェア、トラベルウェア、この辺かな。そうね、あとはちょろっとキャンプとかね。そうね、キャンプ結構広めに撮ったよね。うん、超楽しみ。ここに焼けてるね。いい色です。ねえ、すげえ。あ、すごい。リースから見てくる。はい。すごい。サイドゴアブーツ。かわいい。うん。あ、これ値段。2900円だっけ、これが。安っ安っ。新作ですね。あ、そうですよね、新作です。安っ。これさ、私毎年気になるんだけど、うん、なんやかんや毎年着ないんだよね。でもさ、やっぱ見るたび可愛いなと思うよ、これ。てか、すごい色めっちゃある ね。その色だな。ありえない。冬の釣りにどうですか。ね、あ、いいじゃん。え、待って、これめっちゃいい。ちょっと待って。はい、はい、やめましたね。え、なんこれ。ネックウォーマー的な。ネックウォーマーだね。で、しかもこれ多分下に下ろせるのフード。うん、そんなことなかった。鼻、そうですね。え、これやばくない。すっげーいいやん。中綿、中綿本物のダウン。ポーランド産のホワイトダックダウン、ホワイトダックダウン、高いやつ。ダウンが 85%、フェザーが 15%。 すごい、めっちゃ高いですね、じゃあこれ。そうなんです。え、すごくないこれ。やばいね、これ絶対買うんだけどね。あの冬の釣りに、ね、え、しかもこれめっちゃいい、このちっちゃくなの。おい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 。おい、破産しないか。これ今日見切れないんじゃないの。時間が足りません。足りないかも。ありがとうございます。はい、え、いいんですか。すごい、すごいサービス。マジですか。何しようかな。ベージュ。ベージュじゃない。ベージュで、あ、いいんですか。あ、でもね。待って、こっちもありだと思う。うん、めちゃくちゃ悩ませる。いいんですか。やば。ありがとうございます。あ、もちろん、はい、YouTube でありがとうございます。やば。今レディースインナーシューズを見たんで、あ、はい、シューズまだ全然見れてなかった。脱線したね。あ、これさ、これ人気よね。めっちゃ人気、防水のさ、うん、かわいい。
カジュアルウェア、ワークマン。あ、ダウンパンツ。ダウンパンツいいよな。すごいよこれ。絶対にあったかいよ。うん。これは使えるね。ねえ。私が見たかったのさ、はい、アウターなのよ。はい。ハーフジップやばい。かわいい。うわ、ほんとだ。ちょっと待って。何これ。めっちゃかわいい、それ。白だな。白かな。うん。え、かわいい。めっちゃいいやん。もぐもぐしてます。やばいよ。職人コーナー。職人です。職人コーナーになりました。はい。何これ？ふう？どういうシステム？分からん。ここがキャンプギアですね。ほい。キャンプギアちょっと行ってみる。行っちゃおっか。名護なるけど平気。うん。これいいな。これ本当車中泊にも全然いい。うん？それでいいじゃん。めっちゃいい。うわー。これだよ。申し込みてるの。すごい。この土台もめちゃくちゃいい。土台。あ、おやすみなさい。全然さ、はい、狭さを感じないんだけど。マジっすか、うん、あったかい。あったけえ。ふかふか。ふかふか。やばいね。すげえ、いいなぁ。こりゃ嫌。これをこうだ。うん。めっちゃいいな、欲しいわ。ちょっと姉さん、キャンプ始めたいならまずここじゃないの。これか。え、これはここで火を焚くの。うん。これだよね。炭で。こういう系か。もうね、いいよね。いいよね。ここで、ね、肉焼いてね。あー、ちょっとデイキャンの動画撮らないといけないな。やばいな。これ釣りじゃない？めっちゃ腰も楽。うん。いいよ。これいいね。あったかパンツ。オレンジいいじゃん。わ、かわいい。オレンジかわいい。これ、旅にさ、全部欲しい欲しいって言ってもらったら、すごく大変なことになる。ね。これね、中はな、どう？ここにさっきの寝袋をさ、うん、入れればいいよ。そうね。いいなぁ。いいね。これだな。アヒージョでも作るか。頼むわ。とりあえずビール。とりあえずビール。これ釣りキャン結構だな。釣りキャンだね。ああ、変わらず釣りキャン。ああ、で、あの、この間さっきのあれね、火買って、声変えないわけ。ちょうだいって。ちょうだいって。ちょっとこれは。待って。うちの好きな日。日。これめっちゃ。いや、めっちゃいい。このサイズ感。もう、あれに入るってことでしょ、これ。説明します。いいんですか。半分空いてるので、追加で巻き付けて食べることがある。ついてんすか、上のやつも。全部ついてます。やば。あ、一緒。そうですね、これがちっちゃいサイズあるから。こっちは大きいやつなんで。はい、あ、
サイズ一人だったらこれ全然いい、そうですね。でこの収納袋も中に入って、えマジで、はい、えやばいじゃん、やばこれ今からバラしますけど、はい、簡単にバラす、あの友達に、あーそういうこと、はいはいはいすごっめちゃくちゃいい、超小さいサイズもなくなっちゃったんですけど、大きいサイズあったらここでやるんです、お持ちいただいて、ここ最後にやばっすごい、もうそうだね、あ全然完璧です、ありがとうございます。ということで午後編はちょっと気になった洋服をいろいろこう持ち寄ってコーディネートを組んでいこうかなと、釣り人コーディネートですね、はい、はい、これ普通にさ、物販のイベントやりほしい、あこれ次のシーンはもう試着室と、うん、まあ、選んだものの紹介ぐらいかな、 OK、うん、にしよう、 OK、 じゃあ一旦、はい、飛ばして、さあさあ決まりました、決まりました、こんな感じで着ていきますか、はい、はい、行ってらっしゃい、似合うかな、似合います、じゃあ下からこれは防水シューズ、これがダウンパンツ、まあ、中はね正直何でもありだと思うんですけど、これ、まあったかダウン、はい、最強です。テーマは冬の霞ヶ浦ビッグビートゲームということで、動きやすさ重視ですね、完全に、はい、私こういう系の帽子かぶったことないんだけど、どう？いいよ、いい感じ？うん、うわーもう冬だね、冬だよ、夏ももう終わりだよ、もう終わりだね、うん、何よりめちゃくちゃ動きやすいちょっとサイズが大きいけどいいね、これめっちゃ可愛くない？めっちゃいいやん、これは、はい、パリテーマは晩秋のソロキャン晩秋のソロキャンです、はい、まあ、デニムはねいつも履いてる、これは普通のアラカジーヌに、靴がこれは防水ですね、防水、はい、かわいい、これね楽なの、ここでキュッてキュッて、あすごいね、で緩めて、うん、キュッて、めっちゃいいね、脱ぎ履きがすごいしやすい、うん、あーいいし、日焼けぐやばやばいね、でははいはいどーん、はいはいどーん、帽子はミスってます、帽子ミスってる、かぶれてそう、はい、そんなことないけど、なのでいらないっす、なるほどね、はい、その黄色めちゃくちゃ可愛くない、この黄色めっちゃ可愛いでしょ、うん、これ一応あの撥水になってますんで、レインレイン、あレイン、はい、いいじゃん、ちょテーマ教えていただいていいですか、テーマは秋、うん、11月の頭に、うん、海釣り行っちゃおう、あ海、なるほどね、海だからだいぶ寒いだろうけど、もう動きやすさと、うん、全体的にあの撥水防水、なるほどね、メイン、はい、基本的に全部防水、以上、はい準備が完了しました、はい、あとで、ね、こんな感じで、はい、完全防備、はいはい、背中には5キロのリュックを背負っております、そんなに荷物は
今から過酷な道をこの格好で歩んでいきたいと思います。説明させていただきます。はい、はい、こちらは、災害時のシミュレーション体験となっております。実際の暴風の時、台風の時などですね、移動避難することが危険ですので原則避けてください。おー、やばやばやばい、ガッチやん、すげーガッチやん、やばいやばい、なるほどね。うわわわ、やばいやばい、すげえ、落下物から守れ、頭低く、頭、瓦礫に負けない、これやばいな、やばこぶよりやばい。次は暗いぞ。うわー、本当だ。本当だ。ライト点灯。ライト点灯だ。はい、オッケー。細根隊長。はい、行ってきます。あ、先行きましょうか。お願いします。はい、細根隊長。はい。これ一番壁持ってきた方がいいですね。壁を。はい。立って。もう動画が撮れてるか分かりません。大丈夫。おっと、無事に夜間エリア抜けました。はい、無事に。これライトつけて。ちょ、天気消して、はい、あれ、雨風大丈夫ですか？大丈夫です。はい、そしたら、チャック上まで閉めていただいて。はい。何も見えません。はい。